感じ、蝶々いい感じ。こんにちは、大村崎の飼育を中心に蝶々の活動をしている蝶太郎こと発祥です。はい、今日もね楽しく蝶々の発祥をさせておこうと思うんですけど、はい、ということで傘させてます。これいいでしょ、桜吹雪のね傘。この桜吹雪が目に入らぬかって、あの金山ちゃん遠山の金さんですよ。知らんかみんな。あ、これは古いか昭和か。はい、ということで、遠山の金さん、桜吹雪なんですよ。はい、まあ、それ置いといて、はい、でですよ、いや皆さん、雨続きますね、長雨続きますね、本当に。いや、しかもね、中途半端ですよね、なんかもう、降ったりやんだりで、今もちょっと止んできてるっぽいんですけど、もう降ったりやんだり、本当になんか中途半端な天気だなと思いながら、過ごしております。皆さん同じですよね。でね、なかなか遠出もできないし、そして雨、何もできないじゃんってね、感じになってますよね。そんな時、この僕の YouTube を見て笑ってあげてください。はい。ということで、今日やっていこうと思うのは、この雨の日。雨の日。皆さん絶対一度考えたことありますよね。雨の日、蝶々どうしてんねやろうってね。僕、最近ね、夜の蝶々どうしてんねやろうって夜の蝶々の調査もしてますよね。そしてもう一つですよ。雨の日の蝶々どうしてんねやろうって思いますよね。だって、晴れてたらあんだけ飛ぶ蝶々が雨になったらパタッとね、飛ばずにどこかにいるんですよ。どこかに潜んでると。その潜んでるんですよ、どこかにね。それが葉っぱの裏なのか、どっかに潜り込んでんのか、どこに隠れてんのかっていうのをね、ちょっとね、ずっと僕は気になって、僕は実はね、雨の日も一回だけなんか出したかな、昔、だいぶ昔に出したんですけど、雨の日蝶々どうしてんねやろうって僕はそれも気になってます。皆さんも気になってますよね、雨の日の蝶々。ということで、今回は雨のね、この中、蝶々探索をやっていこうと思います。ただしね、これね、夜の蝶々探しより僕はレベルが高いと思ってます。難しいと思います。なんせ夜の蝶々はライト照らせば、割と見やすいんですよ。ピカッと光るからね、蝶々白とか黄色とか。ただし、雨の日はライトも明るい日ですからね、そもそも。本当に隠れんぼです。本当に隠れんぼ。隠れている蝶々をとにかく見つけるっていうことになるんで、本当に真剣勝負、一対一の勝負で、難しいと思います。ただし、その難しいことに挑むのが、この蝶と結婚した男、林太郎の物語、蝶太郎です。はい、ということで、やっていこうと思います。今日はね、雨の蝶々。ちょっとね、散策していこうと思うんで、そちらね、少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。いやー、夜で3種類とかでしょ？まあまあ、3種類目指しましょう。難しいんで、3種類の蝶々をね、見つけたいと思います。はい、ということで、やっていこうと思うんで、そちらね、楽しんでいただけたら嬉しいです。じゃあ、いきますよ。レッツー、蝶ー。はい、ということで始まりました。雨の日の蝶々探索やっていこうと思います。はい。さあ、どんなところに隠れているでしょうね。まあもう絶対こんな中にいるんですよ。このね、ヤブの中とかに隠れていると思うんですけど、いやー難しいですよ。これは難しいですよ。まあただしね、夜の蝶々ね、前回やったんでね、そちらもね、よかったら見てほしいんですけど、またこの上にも貼ってきますけど、ヤマトシエミとか葉っぱの上にいましたよね。おそらく雨の日も葉っぱの上にいるんじゃないかなと僕は踏んでるんですよね。どうなんかな、雨はさすがに葉っぱの裏にいるのかな。ねえ、それも面白いですね、考えると。雨だからね、もちろん上から降ってくるんで、まあ、その、しのぐなら、やっぱ葉っぱの裏ですよね、とか、茂みに隠れるとか、してるのかなと思うんですけど、そちらを探していくというわけです。はい。さあ、どうかな。見事でしょ？だって、あんなにね、飛んでる、例えばですよ、前回ね、紹介させていただいた、サトキマダラヒカゲですよ、サトキマダラヒカゲ。ね、あれね、今めちゃくちゃこの時期飛んでるんですよ、もう日中。いっぱいいるんですよ。それがですよ、この雨がね、降ったらパタッといなくなる。どこに行ったんやろうってみんなほんまに思いますよね。寝れないですよね、考えると。はい。ということで、それを探すわけですよ。さあ、どうかな。さすがに雨の日、樹液、まあ昼だしね、カブトムシクワガタもいないかな。やっぱりこの道歩いてるだけじゃちょっと見つけるのもしかしたら難しいんかなっていう思いもあるんですけど、行ってきましょう。はい。さあ、こんな道です。はい。この道を歩いていくと。だからこの横ですよ。この横に、狙いはこの辺はね、黒日陰とか日陰町とかですね。この辺はいるとしたら。お、飛んだ黒日陰でしたね、今。映ってなかったな。黒日陰飛びましたね。うわぁ、ちょっとどう止まってたのかわからなかったな。でも飛びましたね。まあ今ね、傘さなくてもいけるぐらいのちょっと小雨なんでね。
ちょっと起きてたのかなっていう感じですね。風呂日陰いましたね。ちょっと映ってないけど、映ってないからちょっとね、カウントはちょっとやめましょうか。せっかくなんでね、このカメラで見てもらってのカウントにしましょう。はい、ということでやっておりますけど、さあ、あかんな、ちょっともうほんまに体力つけなあかんすわ。はい、こんな階段ぐらいで歯入ったらダメですね。はい、で、歩いていく、歩いていく。もしかしたら小雨だから樹液に来てるかもしれないですね。この上があるんですよ。さあ、どうかな。それだと雨の日どうしてんのって答えにはならないですけどね。はい、いない、いないぞ。樹液のところにも何も来てませんね。蜂も来てませんね。休んでるんでしょうね、多分雨だから。はい、はい、じゃあこの後、ここはね、結構カブとクワガタがね、いたところなんで、サトキも出したら、もひょっとしたら結構雨でもいるんじゃないかなと。じゃあ行ける場所なんですけど、じゃあちょっとね、また見つかったらちょっとね、これでね、撮ろうと思います。ずっと撮ったらね、もうちょっと、切りたくなっちゃうんで、ちょっと一回ここで切ろうと思います。さあ、じゃあ、早速ね、第1種類目何が見つかるか、ご覧ください。はい、また蝶々じゃなくて、カマキリ見つけました。蝶々チャンネルですけどね。はい、カマキリですね。メスですね。オオカマキリかな？どうかな？ちょっと見てみようかな。おいでおいでおいで。あ、逃げちゃった。はい、捕まえました。オオカマキリかな。あ、うわ、ちょっとまだ羽浮かしたばっかりなんかもしれないな、これ。羽綺麗ですね。でも、新生虫っていう感じですね。はい、ちょっともう話してあげます。ごめんごめん。はい。ね、カマキリのメスでした。はい。蝶々じゃありませんでした。はい。ということで、こののり面ね、結構ね、いいところだと思うんですね。こういうところでね、休んでると思うんですけど、なかなかそう簡単に見つけさせてくれないのが蝶々です。はい。カマキリはね、あえてね、ひょこひょこ動くからね、割と見つけやすいんですけど、蝶々は潜んでますからね、こういうとこ照らしたらいいんじゃないかな、もしかしたら。どうかな、こんなとこ隠れてるのかな、もしかしたら、この奥とかね。こういうところに隠れてたらね、なかなか見つけれないですよね。まあね、蝶々の羽はね、網をね、弾くんですけど、それでもね、ボタボタ当たるの嫌ですよね。絶対、痛いというか、まあ、ね、直接あんなんボタボタ、ああ、またカマキリだ、これちっちゃ、この子ちっちゃ。やっぱ成虫それぞれなんですね。成虫のね、スピードも、成長のね、スピードもそれぞれですね。お、こちらはオスですね、カマキリの。で、体先より細いですよね。こちらカマキリのオスです。さっきのはメスなんですけど。カマキリばっかりやな。カマキリばっかりじゃんっていう感じになってますが。さあ、どうかな。あ、そうそう、思い出した。ね、以前ね、僕一回だけね、ライブ放送やったことあるんですよね、この YouTube ライブ。YouTube ライブやった時、土砂降りの雨やったんですよ。その時もね、なんとかかんとか、黒子の魔性がひょこっと出てくれて捕まえたっていう奇跡のね、動画またね、ここも貼っとくんでよかったら見てほしいんですけど、そのぐらい奇跡やったんですよ、あれ、雨の日のね、蝶々は。はい。でもその奇跡を起こすのがね、この、蝶太郎チャンネルですから、はい。探していきましょう。いや、絶対いるんですからね。ね、向こうの勝ちなんですよね、これだと。もう絶対いるんですから、どこかには。ね、潜み、隠れてるだけなんでね、それを見つけれない僕の負けなんですよ、やっぱり。ね、やっぱ昆虫すごいぜ、蝶々すごいぜなんですよ。お、この子は、わぁ、馬追いかな、ちょっと分かりづらいな、馬追いっぽいな。もうね、秋の鳴く虫の季節になってきました。お、これお腹でも見えてる。もうこれ、カワラやカマキリですね。お腹見えてますけど。ちょっとツンツン。コカマキリでしたね。コカマキリでした。はい、こっちからいけるかな。はい、コカマキリです。この子。この子です。コカマキリがいました。カマキリばっかりじゃんっていうね、カマキリチャンネルになってますけど。はい。さあ、どうだ？こんなところなんかな？木なんかな？葉っぱなんかな？やっぱり葉っぱな気もすんねんけど。はい、ここがね、お、いた！撃った。サトキマダラヒカキがここはたくさんいる場所なんですよ。お、いた、飛んでますね。飛んでるな。飛んでていいのかちょっとあれなんですけど、飛んでますね。ちょっと近づきますね。ちょっとね、サトキマダラヒカキね、意外と敏感なんですよね、この子。お、しかもこれちょっと、
ビークマークとついてる子なんじゃないかな。ちょっと羽が変ですよね。この子ですね、早速マダラシタが来ました。樹液にしてますね。結構、まあ今ね、結構小雨なっていうのはあると思うんですけど、活動してますね。これが雨の状態って言って、お、こっち見た。雨の状態と言っていいのかちょっと微妙なところですけど、佐々木マダラヒカゲ見つかりました。まあ、小雨でも活動するということですね、やっぱり。まあちょっとね、夕方近くでも活動する分と同じように、佐々木マダラヒカゲは意外と活動するんですよね、ほら。いたと思いません。こうでも、これ追いかけていったらわかるかも。お、こんなとこ行く？やっぱり、奥の方行くんですね。あ、いましたね、先ほどで先輩の話入れてると。うん、やっぱりちょっと、隠れるには奥の方に行ってんのかな。この活動してんのがね、うん、カウント微妙ですね。雨の日どうしてんのかっていう中では、まあまあ、小雨でも活動しているよっていうことでいいかな、佐々木マダラは。はい。いますね。小雨でも佐々木マダラは活動していました。一種類目で見つけました。一種類目ゲットです。はい。じゃあね、引き続き、蝶々探していこうと思います。はい、またカマキリを見つけました。で、この木に止まってんのも、これはハラミオカマキリですね。まだ幼虫ですけどね、羽がない。一個一個動いてますね。やっぱりね、カマキリもちょっとこうやってね、生活史が違うんですね。割とね、このハラビロカマキリはこうやってね、木の上にいますね。で、カマキリとかね、オカマキリとかは割と林にいるというイメージですね、葉っぱの上に。はい。まあ、絶対っていうわけじゃないですよ。それぞれだけど、やっぱりね、ハラビロはこういう木にいて、お尻が広いんですよね、ハラビロカマキリ。まあ、パッと見でね、目が慣れたらね、すぐね、見分けれると思います。はい。カマキリの、町です。町っていうか、カマキリの森になっております。蝶々、頑張れよ。はい。2種類見つけましたよ。今、ちょっと映ったでしょ。ヒカゲチョウがいました。敏感ですね。映るかな？はい。この状態です。ヒカゲチョウがいました。あー、飛んでっちゃった。やったー。でも2種類目です。2種類目です。やっぱりね、まあ、ジャムの経験と言いますか。ね、ヒカゲチョウ、ね、サトキマダラヒカゲとか、やっぱり黒ヒカゲもいると思うんですけど、この辺はね、やっぱりちょっとこうね、気温が低かったりとか、まあ、ちょっとこれ小雨とか、夕方のまあまあ前ぐらい、あまり暗かったらあれですけど、にはやっぱり活動をね、やっぱり結構するというのがね、ちょっとね、分かってきましたね。はい、ヒカゲチョウと、だから今のところサトキマダラヒカゲですね、同じようななんか生態してるような感じをします。はい、面白くなってきました。2種類目ですね、あと1種類ですよ。目標も3種類もあと1種類。頑張って探していこうと思います。はい、ということで探索続けております。お、なんか動いてるぞ。動いてるぞ。いるぞ。お、あれは、ひょっとして、ひょっとして、ちょっと、頑張って、わー、いました。黒日陰でーす。ね、予知したでしょ？やっぱりいましたね、黒日陰。ね、黒日陰も樹液を吸ってます。やったぜ、3種類目ゲットー！ 3 種類目見つかりました、黒日陰。ちょっと画面変えてみましょうか。見えるかな？あ、この子です。ちょっと縦になっちゃうな。上から行こう。はい、この子です。黒日陰です。やったー、樹液吸ってます。はい、やっぱりね、小雨でもこの子たちはね、結構割とね、活動するんだなという感じですね。黒日陰、日陰町、里木マダラヒカゲ、なんかこの辺同じ仲間なんでね、やっぱりちょっとなんか同じような生態してるんだなというのはね、ちょっと今回分かってきました。いや、面白くなってきましたね。いや、でもですよ、僕が見つけたいのは雨をしのいでいる隠れている蝶々なんですよ。これ動いてますもんね、さっきからね。動いてるんじゃなくて隠れてる隠れんぼ探しをしたいんでね、ちょっと悔しい面はあるんで、もうちょっとね、隠れてる蝶々をなんとかね、探していこうと思います。でも、とりあえず、目標の3種類は達成しましたー。さて、またちょっと雨が降り始めました。いやー、もうこれでこそですけどね、これでこそ雨の蝶々探索なんですけど、降ってきました。この雨の中で蝶々を見つけるんですよ。やっぱ葉っぱの裏やから、覗き込まないといけないよねっていうのがね、苦しいところですよね、ちょっと探すのに。だからこういう木の、こういうところとかね、どうなのかな。こっち側とか、いないかな。
からが腕の見せ所なんですが、お、飛んできた飛んできたやん。たたきもだらひかけが僕に向かって飛んできました。それはダメですよ。はい、隠れといてね、ちゃんと。はい、またね、いつも恒例の冒険の道がやってまいりました。はい、ということで、恒例の冒険といえば、タンタラッタンタラッタンタラッタン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 、そうです、インディージョーンズです。はい、僕はインディージョーンズです。はい、嘘です。はい、ということでやっております。冒険の匂いがしております。はい、こういうちょっと薄暗いところでも隠れてんじゃないの、どうなの、全然見つからないけど蝶々すごいわ、やっぱり。どこに行ってんのよ。まあね、こんだけ森って広いんでね、奥の方行ってたらそれ見つけれないんでね。でもどっかに見つけれるところにも絶対目に付くところにもいるはずなんですよね。くそー、悔しい。いやでもね、皆さん思いますよね、雨の日どうしてんのって。それどっか隠れてんやろって。そうなんですよ、どっかに隠れてるんですよ。そのどっかに隠れてるっていうのがね、気になるじゃないですか。見つけたいじゃないですか。その誰もね、まだ見たことないやつを知りたいじゃないですか。ただ僕はその一心です。はいはい、それでやっております。いや、分かってるんですよね、もちろん。どっか隠れてるっていうのはね、そりゃそうなんですよ。でもですよ、それがどこなのか、どういうね、休み方なのかっていうのをね、おそらく雨の日の蝶々調査なんか誰も知らないでしょね、どっか休んでねえから、そらっていうで終わっちゃってるから、そこをやるのがね、やるのが楽しみなんですよね。もうワクワクしますよね、言いながらなかなか見つけれてないんですけどねはい、でもそこをね、楽しんで、調査するっていうのがね、大事なのかなと思います。そしてですよ、もうこのワクワクは僕はね、もうイメージしますよ。もしかしたら誰もが見つけてない発見するかもとかね。例えば何でしょう、まあ何でもいいぞ、北基町が集団で雨の日は実はなんか寝てるんじゃないかとかね例えばですよ、何かそういう誰もまだ気づいてない行動をしてるんじゃないか、雨の日っていうのをね、ちょっとイメージして、ね、やっております。はい、じゃあね、引き続き、雨の蝶々調査、こんな森の中ですが頑張っていこうと思います。はい、じゃあね、どんな感じでやってるかっていうのもね、ちょっとね、ちょっとこうと思います。こんな感じです。前にリュックです。もうリュック背中してたら濡れちゃうからね。で、傘差してます。で、左手にカメラです。はい、こんな感じで調査しております。はい、いやー、おー、くそー、悔しい、非常に悔しい。かくれんぼ、ずっと僕が鬼ですまあ、望んで鬼になったんですけど、ずっと鬼、見つけれねー。これ見つかるまで帰れまてんのやつやな。いやー、さっきはセミがね、通るたびにね、びっくりしてね、あれなんでこんな雨の中人間通んねんみたいな感じで、セミがね、飛んじゃってるんですよね。ごめんね、セミ。はい、ということで、こんな感じで蝶々の調査やっております。はい、では、お、あれは何や、あー、なんでもないか。はい、いや、引き続き頑張って蝶々探していこうと思います。はい、見つけましたよ。取りましたね、取りましたね。キタキチョウがいました。キタキチョウは小雨でも飛ぶ、はい、ということが分かりましたね。キタキチョウはこのね、雨の中、雨、まあまあ本当に小雨なんですけど、小雨の中でもこうやってね、蜜を吸うためにね、飛んでます。はい、割とね、活発なんだなっていうのが分かりましたね。はい、あちらね、草木の花もね、満開なんですけど、デカめの蝶は来てないですね。黒系ナゲハね、来てないですね。うん、まあ、キタキチョウは、でも一頭だけだから、まあ、あの子はね、特別なんかもちょっと分からないですけど、割とね、この雨の中でもね、どういうところかな、あの水たまりどころかな。ね、パラパラこんな降ってる中でも、キタキチョウは飛んで休密していたというのはね、今一つ、分かりました。で、ここね、結構セセリチョウも来てるんですけどね、セセリチョウどうかな。セセリチョウの中も他の花結構来るんだけどなぁ。セセリチョウはあまり葉っぱの裏ってイメージないけど、見つけるのはちょっと難しいかなぁ、いないかなぁ。いなさそうですね。はい。まあでもね、キタキチョウが見つかりました。まあ一応4種類にしましょう。ちゃんとね、映像撮れたんで。はい。4種類の蝶々になりました。はい、じゃあもう残りちょっとわずかですけど、雨の蝶々探索、頑張っていこうと思います。さあ、ではまた難所を迎えました。蝶々探し、雨の蝶々探し。
かなり降ってきております。ちょっと降ってきてもなんか何かもう分かんなくなってきました。はい、ということですけど、でですよ、ちょっとね、先ほどね2種類見れたんですよ。まあでもね、隠れてる場所は見れなかったんですけど、大名せせりと小見筋がこうやって歩いた時にピョンって飛び出してきたのが見れました。まあ、ただし映像も撮れなかったし、どんな風に休んでたかは分からなかったんで、ちょっとねこれはカウントには入れれないですね。見たら目撃はしたんですけど、これはちょっとずるいんで入れれないです。くそー、多分葉っぱ塗られてたと思うんですよね。姿見えなかったんで、もう気づかなかったんでね、悔しい。はい、いやでもね、いるんですよやっぱり、どっかに分かってるんですよ、このどこかにいるんですよね、蝶々が。どうしてんのみんな、教えて。やっぱ葉っぱの裏な。おお、なんかいっぱいガオ飛び出すけど、早くてちっちゃくてわかんない。蝶々どこだ。わあ、すごい道になってきました。いや、やっぱりこういう葉っぱの裏だとね、覗き込まないといけないんで、やっぱりそこが難しい点ですよね。こういうね、シダの裏とかにもね、いる可能性はあるけど、雨の中ちょっと覗き込むのって大変だな。これね、わかりました。なぜかちょっとこう失敗、なぜ今日ちょっとミスしたのかわかりました。ちょっとまたそれはね、最後ね、まとめてちょっとねお話しようと思うんですけど、いやいやいや、そう言わずに、もうあと残りちょっとですけど、頑張ってね探していこうと思います。はい、いよいよ休んでいる蝶々を見つけました。ちょっと近づけないけど、あれ見えますかね、あのこの画面の真ん中です。モンシロチョウです。モンシロチョウ、雨の中のモンシロチョウを見つけました。やっぱり葉っぱの裏ですね。葉っぱの裏で羽を閉じて休んでいるっていうのが分かりました。いやー、ついに見つけましたよ、葉っぱの裏。いやー、雨の日の蝶々。いやー、苦労した。もう最後の最後なんですよ、ここ。いやー、よかった。ごめんなさい、これ以上ちょっと近づけないんですけど。ね、モンシロチョウは雨の日、葉っぱの裏で羽を閉じて過ごしているというのがね、今回分かりました。いやー、よかった。はい。ということで、これで5種類目ですね。お、飛んでるのもいる。飛んでるのも来た。お、飛んでるの来た。なんと、草の中飛んでおります。はい。ということで、モンシロチョウ見つけました。はい、もう一種類見つけましたよ。はい、この子です。シャバネセセリです。これは微妙ですね。蜜吸ってる？吸ってないかな、どうなんかな、微妙ですね。葉っぱの上にいるけど、ちょっとね、今ね、だいぶ小雨なんでね、微妙なとこですね。でもね、多分この子も葉っぱの裏じゃないイメージなんですよね。雨の日、葉っぱの上でいいと思うんですけど、ちょっとこの一例じゃ何とも言えないですけど、シャバネセセリ、葉っぱの上でいる姿を見つけました。雨の日の蝶々、これで、1、2、3、4、5、6種類目かな。はい、いい感じですね。はい、シャバネセセリ、ありがとうね。雨、ちゃんと頑張りよ、雨の中。ちゃんと雨宿りしいや。はーい。はーい、モンシロチョウ見つけました。蜜吸ってますね。やっぱり連日の雨でね、ずっと動かなかったらね、やっぱりお腹空いてるのかもしれないですね。やっぱり小雨、このぐらいのね、もう小雨だったらこうやって活動してね、蜜を吸いに来てるみたいですね。はい、頑張ってますね。はい、美味しいか。はい、なんかピンクで美味しそうだね。はい、よかったね。はい、ということで、小雨になってモンシロチョウも飛び始めました。お腹空いてるんでしょうね。頑張れよ、モンシロチョウ。はい、ということで、雨の日の蝶々の調査終了しました。はい、いかがだったでしょうか。いやー、やっぱり難しいですね、雨の日の蝶々もね、まあ、夜と同じぐらいだったかもしれないですね。はい、で今回ですよ、今回見れた蝶々、まず1種類目は里キマダラヒカゲですね。里キマダラヒカゲ、そして2種類目は黒ヒカゲ蝶か、さっきのね、ヒカゲ蝶、そして黒ヒカゲ、この3種類、まずはこの3種類ですね。この3種類の時は、まあ、ちょっと小雨だったっていうのもあるんですけど、割とね、活発的に動いて樹液を吸ったりとかしてるっていうのが分かりました。まあ、この3種類は、まあ、ジャノメ蝶の仲間なんで、やっぱり似たような、なんかあの、性質をしてるのかなっていう気はしましたね。なので、まあ、割と夕方、まだね、暗くなる前の夕方でも活発に動きますし、こういうちょっとした雨の中でも、こう、ちょっとこう、まあ、人が来たら動いてるだけなのかもしれないですけど、僕が来たからね、僕が歩いたから動いたのかもしれないですけど、割とね、樹液とか吸ったりするような蝶々なんだなっていうのが分かりました。そして次が、キタキチョウですね。キタキチョウ、これも飛んでましたね。これも小雨で飛んでました。
まあでも、まあよく確かに雨の日もたまに見るんで、この蝶々もやっぱ割と雨でもこう活動はできるのかなって、するのかなっていう感じがしますと。で、次、5種類目。5種類目が、モンシロチョウ。モンシロチョウはでも、ね、ついに見つけましたね。休んでる蝶々。葉っぱの裏で休んでましたね。あれですよ、あの姿を探したかったんです。ね、葉っぱの裏でモンシロチョウは羽を閉じて休んでるというわけでした。でもね、その後割と飛んでるのもいたんで、やっぱり小雨の時は、でも小雨ぐらいでも飛べるんだなという感じです。そして、茶羽せせりですね。茶羽のせせりもね、あれちょこんと乗っかってて、ちょっと微妙なんですよね。小雨だったし、ちょっとこう僕が通ったから飛んだっていう可能性もあるんですけど、あのせせりチョウがやっぱりあまり葉っぱの裏でいるってイメージはないんで、やっぱりあえて葉っぱの上にいるんじゃないかなっていう気はしますけど、なんともちょっと今回ね、初めてなんで、一例なんでわからないですけど、一応葉っぱの上にいましたと。ということでした。はい。でですよ。でもね、雨の日の蝶々探し、ほとんどが動いてましたよね。僕が、本来やりたかったのはモンシロチョウなんですよ。どう、雨の時にどう過ごしているのか、土砂降りの雨の時にどう過ごしているのかっていうのを見つけたかったんで、動いてんのは本当はノーカウントなんですよね。僕がだから、正式に見つけられたのはモンシロチョウだけというわけです。で、モンシロチョウは葉っぱの裏で羽を閉じて休んでいるっていうのが見つけれたという感じですね。でですよ。途中ね、言ったと思うんですけど、反省点は一つ。これですよ、これ。傘。なんで僕傘さしてきたよって感じですね。こうやってね、自撮り棒で、こうやって携帯で、こうスマホで撮影してるにもかかわらず、こんなんなっちゃうやん。カッパ着ろよって感じですね。もう今回それが一番反省点です。僕、カッパ着るっていう習慣あんまりないんですよ。なんかあんまり持ってなくても、傘か、もう何も刺さないで、もうそのままバーってやっちゃって、もう、帰ってシャワー浴びるみたいな感じなんで、カッパは着てなかったんで、次はカッパを着てもうちょっと自由にね、動けるようにして、ちょっとね、チャレンジやっていこうかなと思います。はい、これでね、夜の蝶々の調査に次いで雨の日の蝶々の調査ね、2種類目できましたね。またシリーズね、雨の日だって、おお、ちょっとびっくりした。油ゼミでした。雨の日に蝶々もどうしてるのかっていうのもね、これからね、どんどん暴いていこうかなと思います。またマニアックですけどね。まあでもね、雨の日も蝶々いるんですから。晴れの日も雨の日も雪の日も雷の日もどんな日も蝶々いるんで、そんな時に蝶々がどんな過ごし方をしているのかっていうのもね、こうやってね、楽しんで見ていただけたら嬉しいです。はい、僕が楽しんでますから。はい、ということで今日は雨の日の蝶々の調査第1弾でした。ではまた次回の蝶々の動画でお会いしましょう。蝶なら蝶なら蝶なら